はい、それでは時間になりましたのでイニーキャリアラウンジ始めていきたいと思います。本日アシスタントを務める江川です。よろしくお願いします。番組の後半では皆さんとの Q&A の時間もございますので、対談中でも気になることございましたらチャット欄からどしどし質問を送ってください。ではゲストの紹介です。今回のゲストはプロサッカー選手そして会社員でもあります籾木優香さんです。籾木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、インタビューを務めさせていただきます高尾です。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。はい、では、今回の流れだけ簡単にお伝えさせていただくと、今のことまず最初にお伺いした上で、これまでの生い立ちだったりとか、どんなふうなこう自分の気持ちの変化とか行動の変化があったのかっていうところを踏まえて、今後どういうふうにしていきたいのかみたいなところをいろいろとお伺いできればと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。では、まずはじめに現在のことについてお伺いをしていきたいと思います。今やっている取り組みだったりとかお仕事について教えてもらってもいいですか？今はアメリカのチームの、所属をしながら、日本では株式会社クリアソンという会社に、就職をして仕事をしていて、でその仕事の中で、先週オンラインサロンをスタートすることを発表して、今はそれに向けていろいろ準備をしているところです。ありがとうございます。今そのアメリカのチームに所属しながらっていうお話をしていただきましたけど、それはいつ頃から所属されてらっしゃるんですか？今年の5月の終わりですね。5月下旬に移籍を決めて渡米しました。ありがとうございます。今はその日本の会社に所属してるっていう感じなんですよね？そうですね、日本の会社は、昨年大学を卒業してからなんで、今2年目なんですけど、そこで仕事をしながらアメリカでプレーをするっていうのを今年はやってました。ありがとうございます。オンラインサロンを今こう主催されてらっしゃるっていうことなんですけど、なんていうんですかね、こう職種というかポジションというかみたいなので言うと、なんか どういう役回り方になるんですか、会社の中では？あまりこうかっちり決まってるわけではなくて、その会社の中でもその自分にしかできないことでこういろんなことをやっていくっていうような感じで言われてるので、それはすごくこうユニークな形で仕事をできてるのかなと思ってます。なるほど、なるほど、ありがとうございます。今の取り組みについてもお話をお伺いしてきたので、ここから過去に遡って、こうどういう、なんだろうな、経歴をたどってきたのかっていうことも含めてお伺いしていきたいなと、ここから先は思っています。はい、なので早速こう昔の話からどんどん聞いていきたいなと思うんですけど、まずは幼少期ですね、この世に生を受けてから、だいたい幼稚園、小学校入る前ぐらいまでみたいなところで、なんかこんな子だったなとか、こういうことに一緒に残ってるなみたいなことがもしあればぜひお伺いしたいです。幼稚園生の頃に、自分は物心ついた時にサッカーをもう始めてて、なんかこうきっかけっていうのはあんまり自分の中では全く覚えてなくて、お父さんがサッカーをやっていたっていうのもあるんですけど、気づいたらサッカーをやっていて、でその幼稚園の時にこう結構覚えてるのが、こうずっとサッカーとか外で遊ぶ子だったんですけど、雨の日に中で遊ぶってこうなって、で結構そのレゴとかで遊んでたんですけど、一回なんかおままごとに挑戦してみようと思ってしたんですけど、なんか途中でもう嫌だって言って投げ出して、その場から去ったのを覚えてて本当にもう幼稚園生の頃から男の子とずっと外で遊ぶような子で、なんかこういろんな遊びとかもすごい自分がこう目立ちたいというか、っていうような子でした。なるほど、なるほど。結構あれなんですかね、目立ちたがりというか活発な幼少期を過ごされてたっていう感じですかね。ありがとうございます。ちなみにご兄弟とかっていらっしゃったりとかするんですか？3つ下に弟がいます。そうなんです。じゃあお姉ちゃんなんですね。そうですね、一応結構それこそ弟さんと遊ばれたりとかそういうのもあったんですか？いやでも弟は結構逆にインドアなタイプで、
自分と結構真逆なことが多くて、一応サッカーはやってたんですけど、うん、まあ、サッカーはしたりとかもしましたけど、うん、結構真逆だったので、あんまりなんかイメージないですね、幼少期遊んでたっていう。なるほどなるほど、ありがとうございます。まあ、そういう物心ついた頃からサッカーしてたって、なんかすごいどういうことなんだろうと思いつつ、そういう本当にちっちゃい頃からサッカーっていうのがすごく身近にあった、あの、まあ、幼少期を過ごされてたんだろうなと思うんですけど、そこからこう小学校、まあ、学校に入学していくっていうことになると思うんですけど、小学校時代何かこう印象深いこととか、なんか覚えてることとか、こんな感じだったなっていうのってあったりしますか？最初小学校に入った時は小学校のサッカーチームみたいなものに入って、男の子に混じりながらサッカーをやっていて、でそこで小学校2年生ぐらいの時に、あの、まあ、ちょっとこう生意気ながらこう小学校のチームではなんか物足りないなと思っていて、でお父さんのサッカーというか会社のフットサルみたいな形でちょっとそのフットサル場でお父さんについていたところで、なんかクラブチームの募集をしていたので、ちょっとここに電話してみるかって言って、電話したところが、次に所属するバディフットボールクラブっていうチームなんですけど、なんかそこのチームの最初は男子チームに入ろうとしていて、でそこにこう電話をしたんですけど、男子は今人が多いから、女子チームもあるから女子チームに入りなというか体験行ってみなっていうふうに言われて、で実際に行ったら、なんかそのチームが、その年だったかな、その年に日本一になってるチーム で全然それを知らずに電話をかけてたので、本当にそれはもう偶然の偶然というか、こんな強いチームが、その女子だけのチームでこんなに強いチームがあるんだっていうのを初めてそこで知って、でそこからそのチームに入って自分もこうサッカーを続けたっていうのが小学校2年生の時にあったんですけど、なんかそこからはもうサッカーに打ち込むのと、学校ではなんかバスケもハマったし野球もやってたりとか、なんかこうすごくいろんなスポーツをやってた小学生時代だったなって思います。なるほど、そのあれですかね、小学校2年生ってまず電話をかけるっていうのがあ、でも電話は親だったんですけど、ね、じゃあこれ入りたいんだけどみたいな、なんか親がこういうクラブあるねみたいな話をしてて、ちょっと電話してみようかっていう流れでしたね、なるほど。じゃあ結構本当に親御さんもフットサルとかされてて運動してるっていうような家庭環境の中で、そうですね、ちょっとこれ挑戦してみたいなみたいな。はい、西村さんがバディだったんですね、すげーって言ってるんで、多分すごく有名なチームそうですね、バディはかなり有名ですね、まあ、サッカーももちろん有名なんですけど、幼稚園が結構有名で、幼稚園、結構その卒園の条件がなんか三点倒立とか、なんかもう幼稚園の運動会なのに、なんかその、何キロ走みたいなとか、すごいスポーツに特化した幼稚園で、まあ、いろんなスポーツクラブもあるんですけど、その中の自分はサッカーに入ってたっていう感じですね。なるほどなるほど、分かりました、ありがとうございます。超スポーツ幼稚園です。お父さんお父さん界隈ではきっと有名なあれなんでしょうね。そっか、ありがとうございます。で、まあ、そこから、確かに野球の道に進んだらどうなってたんだろうかってまあ、じゃあいろんなスポーツをやりながら、でもやっぱりサッカーだなっていうふうに、まあ、自分の中では、まあ、思ってたっていう感じなんですかね。そうですね、なんかその時も小学生の時は本当に生意気にバスケやっても多分、自分はいいとこ行くなとかって勝手に想像してたりとか、結構かなり、なんていうんだろうな、ボールを使うスポーツは得意で、なんかこうバドミントンとかテニスとかっていうのはなんかこう何かを使ってボールを使うっていうのは苦手だったんですけど、ボールを直接触るようなスポーツは本当に得意だったので、なんかその時は小学校の時は本当にいろんなスポーツやってましたけど、やっぱりなんかこうサッカーは
やめられなかったですね。聞こえてるか。あ、聞こえてます。大丈夫です。ありがとうございます。なるほど。まあ、そういうふうにまずこうスポーツ三昧というか、やっぱいろんなスポーツをやられながら、あ、結構球技得意だなみたいなのが、まあ、もうすごい顕在化してたんだと思うんですけど、まあ、そこからこう小学校から中学校へっていうところになると思うんですけど、中学校時代でこう記憶に残っていることだったりとか、そうですね、なんかそういう、あとあれか、小学校の後半で結構インパクトのあるなんかチーム所属みたいな話があったのかなと思うんですけど、それはどんな感じだったんですか？まあ、小学校6年生の時にその中学に入ってどのチームに入るかっていう風なこうセレクションを、いろんなチームのセレクションを受ける時期っていうのがあって、で、当時福島県にあった JFA アカデミー福島っていうサッカーのいわゆる名門チームというか、なんかこう中高6年間寮生活するようなチームが結構有名で、そこはもう本当に全国から6人しか取らないとか、あとはなんかこう自分が入った日テレメリーナっていうチームは、その当時澤さんだったりとか、本当になでしこジャパンの本当多くを占めてたメンバーたちが所属するチームの下部組織、まあ、そこも本当に全国から数人しか取らないっていうようなこう超名門クラブみたいなところを受けていて、でその今紹介した2チームはどちらも最終まで残っていて、でアカデミー福島の最終試験の前に日テレミニーノの方から合格をいただいて、でその時はこうセレクションをした場なので、そのグラウンドの上で子どもたちがこう集められて、監督からその合格者の名前が発表されて、その場でこう合格者と不合格者が分かるみたいな場があって、でそこでまあこう合格をいただいて、で一応親にその後報告した後、その監督との面談みたいな形で、なんか合格はしたけど、そのどういう道を選んでいきたいのみたいな形で聞かれた時に、なんか別に親にこうこのチームに行きたいとか、なんかこう何か相談したっていうのではなく、もう自分でこのチームに入りたいですって即答してたのを今でも覚えていて、なんかその狭き門をくぐって、なんかこう名門に入れるワクワク感だったりとか、その自分が目指すような選手の近くですぐプレーができるっていうワクワク感に、その時はこうそういう感情に浸ってたなって思います。なるほど。じゃあもうその小学校の6年生の時に、まあ、その自分が憧れていた人たちがもう所属しているようなチームに入れるっていう風になって、まあ、こう、まあ、ますますこうね、その将来に対するワクワク感だったりとかっていうのが強くなっていったと思うんですけど、まあ、その所属っていうのが決まってから、まあ、それで中学校っていうところを迎えていくっていう風になると思うんですけど、なんか中学生時代の自分にとってインパクトがあった出来事とか、あ、自分どんな感じだったなとか、これはもちろんサッカーでも学校とかその他の領域でもいいんですけど、なんかどんな風なことを思い出しますか？中学校に多分入ってから、そんなにこう幼稚園とか小学校のような、なんかもう絶対自分がクラスで一番みたいな感じではなくて、割となんかこう引いてみるようなタイプに変わって、もちろんそのワイワイガヤガヤとかしたりもするんですけど、比較的なんかこう落ち着いてる感じに変わってきてて、それは結構自分の性格というかがなんか変わった一つのポイントでもあるんですけど、やっぱりなんか中学校2年生から3年生にかけて、あの東日本大震災があって、でそこからなでしこジャパンが世界一取るってい う, こう流れって、なんかこう自分はその下部組織の選手としてトップチームの運営の手伝いをしてたりとかもしてたので、
なんかそのワールドカップ優勝前っていうのは、その入場料無料でこう試合をやっていて、で自分たちがそのちょっと会場の外に出て、なんかその辺を歩いてる人たちに、なんか入場料無料なので来てくださいっていう風に、なんかこう絶対に来てくれないような人たちに声かけてて、でそれがまあ優勝した後はその有料チケットでもこう全然人を呼ばなくてももう満員になってるみたいなのがすごい衝撃的で、なんかそこからもやっぱりこう年々どんどんこう人数が減っていくっていうことも、まあ自分は選手として経験したんですけど、あの盛り上がりはやっぱりかなり自分のなんかこう中学校時代の衝撃的ななんかこう出来事っていう感じですね。じゃあもうこう自分が関わっている、まあ、自分がまさに身を置いているスポーツが、まあ、こうどんどん盛り上がっていくっていうところに、うん、まあ、出会ってっていう、まあ、しかもそれが震災と、まあ、重なる時期でっていうのはかなり、うん、じゃあご自身にとってインパクトがあったっていう感じなんですかね。はい、そうですね。ありがとうございます。でその中学時代を、まあ、その運営とかに携わりながらかなり熱狂の中で、うん、過ごしてきたっていうことなんですけど、まあ、その中学から高校っていうところに入っていくっていう中で何かこうインパクトのあるというか印象に残ってることとかってありますか？自分はそのトップチームに中学校3年生の時にデビューした後、高校1年生からその下部組織とトップチームの2種登録みたいな形だったんですけど、基本的にそのトップチームで、プレーをするっていうような形になって、で、まあ、日テレベレーザっていうそのチームっていうのは日本女子サッカー界の中でいうとやっぱりもう圧倒的な女王で、こう優勝をし続けるっていうのがもう責任というか、もはや目標ではなく、そこは最低限達成するものっていうぐらいやっぱり強豪のチームなので、なんかそのチームにこう昇格をして、で、自分が昇格したのもなんかこう澤さんだったり、結構そのなでしこジャパンでも主力だったメンバーが日テレベレーザーから違うチームに移籍をして、かなりこう人数とかチーム編成とかもいろいろ変わったりして、こうですかね、世代交代の本当一歩目っていうところだったんですけど、なんかそこでやっぱり、まあ、自分たちもこう高校生から試合に関わりながらとかで、まあ、自分たちもまだまだなんかこうおこちゃまだったので、トップチームのやっぱレベルにはあまりこう達していないながらもやっぱり試合に出ないといけないっていう中で、こうその高校3年間っていうのはサッカーの中では結構、まあ、苦しい時間だったのかなっていうのは今振り返って思うんですけど、なかなか優勝をこうできなかったりとか、そういう中でこうチームもこううまく歯車が組み合わなかったりとかっていうような経験をその3年間はしたので、なんかこうサッカーでは、まあ、当時はそんなにこう大変だなとは思わずこう無我夢中にやってたっていう感じだったんですけど、なんか学校生活の方は本当に、もう楽しかったなっていう、本当にその一言で、なんかこう自分も高校選びの方は、なんかこう学力とかっていうよりはもう本当に家から近くて、で私服で行けるっていう、その2つだけでも選んだので、なんか本当に髪を染めるとか化粧をするとか、いろんなことが自由だったので、なんかそう、そこでこうなんかいろんな個性を持った人たちに触れ合った感じがすごく、高校は楽しくて、やっぱりでも今振り返ってみると本当に濃い3年間だったなって思いますね。なるほど。学校生活側ですごい印象に残ってることとかってあったりするしますか？なんか本当に日常がもう楽しくて、もちろんそのいろんなイベントがあって体育祭とか、まあ、文化祭は一回も結局参加できなかったりとか、修学旅行も行ってなかったりするんですけど、なんかこうイベントの時はクラスカラーに髪の毛をみんなが染めたりとか、あとでもまあ日常の中で言うと結構みんなその
まあ、ダメなことなんですけど、授業中に携帯を触るとか、なんかゲームをしてるとか、なんかこういろん本当にいろんな子がいたんですけど、なんかその一つ覚えてるのが、なんかすごく美意識が高い男の子がいて、なんかプールの授業の後に、多分なんか現代文とかそういう国語系の授業だったんですけど、そこでなんかまあパックを授業中にしてて普通に先生ももう結構まあ諦め半分で、うん、まあ、パックはやめなさいって言ってるんですけどなんかまああと5分だからちょっと待ってみたいな感じで先生に言って、うん、はいはいっていうような、なんかそういった学校だったんでそういうところはなんか今思い返すと本当に面白いですねそうですね、結構シュールですね。顔面これこうなってるってことですね。あ、そうです、そうです。こうなってるってことですね。はい、はい、めちゃくちゃ面白いですね。なるほど。で結構本当に個人のまあ個性とか、まあ、そういうのがまあみんなこう尖ってるというか、うん、そういう人たちが集まってるみたいな感じだったんですかね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。まあ、そういうこう、まあ、自分のそのサッカーっていう、まあ、極めていきたいっていう道もありながら、まあ、高校生活も送られてっていうところで、まあ、そこからおそらく、まあこう、まあ、大学に自体に行くのかっていう話とか、まず行ったとしてみたいな話とか、やっぱり結構分岐点になってくる選択なのかなっていうふうにも思ったんですけど、うん、なんかそこはどういうふうに考えていらしたんですか？女子サッカーっていうのは結構こう男子サッカーと違って。男子サッカーだとやっぱり、高卒プロっていうパターンと大卒プロっていうパターン、うん、やっぱりその2つのタイミングでこう J リーグっていうかプロになるっていうのがある中で、女子サッカーはやっぱりそこがあまりこう男子ほど明確ではなくて、やっぱりこう下から上がってきた選手がそのままトップチームでプレーするっていうようなことがこう主だったりとか、うん、なんかそのトップも結局こう仕事をやりながらサッカーをやっていたり、こう学生やりながらサッカーをやっていたりっていう選手がほとんどなので、うん、なんかこうタイミングとしてはこういろんなタイミングがあるというか、うん、っていうことも、まあ、良くも悪くもあって、で、まあ、自分は関東圏のチームっていうこともあって、やっぱり大学に行ける可能性も高かったですし、自分の先輩とかもそういう風にしていたので、やっぱりこうなんか漠然とその時はまだこう大学に行っといた方がいいなとか、うん、なんか大卒がある方がいいなみたいな考え方をしていて、うんうん、こうスポーツのことを学べばいいかなっていうふうにざっくり考えてたんですけど、うんうん、なんかそのスポーツでいろいろこう大学を探していると、まあ、そのセンター試験とかをこう受けて大学を受験しようっていう風な考え方ではなかったので、なんかこう推薦入試とかを見ていくと、やっぱりその大学のその体育会になんかこう所属をすることを前提でなんか受験のなんか要項が書かれていたりとか、そういう形だったので、なんかこう自分にはこう当てはまらないなんかこう受験だったりがあって、でそこでなんかこうどうしようかなみたいなのを考えてるときに、うん、まあ、ちょっとこう周りの人から慶応の SFC を受けてみないかっていうふうにこうなんかおすすめをされて、うん、で自分はもう本当に学力的には全然そんな慶応の毛の字も出てこないぐらい本当に全然ない方なので、なんか自分が慶応っていうような感じだったんですけど、うんうん、その SFC のなんかこう魅力を聞いたりしてると、うん、なんかこう、まあ、学力とかではなくて、やっぱりいろんななんかこう学問を組み合わせて自分のやりたいことにつなげていくとか、なんかそういうことをこうやろうとしてる人たちがたくさん集まってるみたいなことを聞くと、なんか今の自分にとってなんかこうすごくいい環境になるなとか、あとは自分よりもなんかこうレベルの高いというか、もうすでにいろんなことを突き詰めてる人が集まる場所だと、うん、自分もそこに身を置くことで、うん、なんか自分もより成長できるかなっていう思いがあったので、うん、その SFC はその AO 入試自己推薦で、うん、受けようって決めて、うん、そこからなんかこう論文を書いたりとか、うん、いろいろ準備して
受けたら受かっちゃったっていう感じで大学は決めたっていう感じでしたね。なるほど、まあ、じゃあそういう、まあ、こう、まあ、進められたっていうきっかけがあったっていうところもあって、まあ、その SSC に入学を決められたっていうことなんですね、うん、でもその、まあ、実際こうじゃあ SSC に行くぞっていうふうになって、まあ、そこから実際に大学に行くっていうところにもなると思うんですけど、まあ、大学生の時にもちろんそのサッカーっていうところもそうですし、まあ、学校っていう意味でもなんかどんなふうな時間を過ごされてたんですか？まあ、SFC がもう本当に田舎にあったの で、 そうです、ね、うん、とりあえずこう家から通うのは、まあ、そこまで近くな、高校が本当に自転車で5分とかだったので、そこからもう真逆の世界に電車で1時間ちょっとかけて行って、うん、そこからまあバスか自転車で、うん、20分ぐらい、15分から20分かけて大学まで行くっていうような、まあ、通学をしていて、で、練習に間に合わせるっていう風に考えたら、だいたいその3限とかまで授業を入れて、そこから練習に向かうって形だったので、3限までで授業を組むと、まあ、1限から3限で組んで、で、授業料っていうか、その履修のその数をなるべく稼ぐってなったら、やっぱり週4日、3日4日は絶対行かなきゃいけないみたいなスケジュールになってたので、結構その1年生の時から3年ぐらいまで、まあ、自分もなんかその語学の勉強とかも含めてやってたので、なんか結構大学3年生になっても週4でそのうちの2日か3日は1限から行ってるみたいな生活は結構してて、でも大学行って練習行ってみたいなのをずっと繰り返してたっていうのが大学4年間でしたね。なるほど、まあ、かなりこう、まあ、通常の大学生っていうところに語弊があるかもしれないけど、まあ、結構こうだんだん楽になっていくっていうのも、あ、まあ、ちょっと SSC っていう、まあ、場所柄というか大学柄ちょっと分かんないですけど、まあ、結構週4行くとか1限も行くとかって結構大変じゃないですか、周りの人と比べた時にとか。なんかそこは結構なんかなんでそれをちゃんと乗り越えられたというか、まあ、それを続けることができたのかなっていうのはすごく気になりました。なんか自分としてはなんかあまりこうサボるとかっていう考え方、まあ、なんかその、要領よくっていうところはもちろんあったんですけど、なんかこう自分が決めたことをこうおろそかにするっていうことはあまり自分としてはこうやってこなかったというか、なんかそこはこうしっかりやりたいなっていう思いがあったりとか、あとはなんかこうすごく比較になってしまうんですけど、その SFC の体育会の子たちもたくさんいて、でなんかそういう子たちはなんか体育を免除されてたりとか、なんかでも自分は免除されないみたいな、なんかそういう体育会だからこうとかっていうのがいろいろ慶応の中ではあって、でなんかそういうなんか人たちでなんか負けたくないみたいなの勝手に思ってたりとか、なんか結構そういうモチベーションというか、なんかこう自分を高めていく上ではやっぱそういうなんかこう反骨心じゃないですけど、そういうこともなんか結構自分の中では大きなエネルギーになってるなと思っていて、なんかそういうところはやっぱり自分をこう追い込んでというか、まあ、しっかりやることをやることで、なんかこう応援してもらえるっていうところはかなりこう自分の中では感じてたので、本当に応援してもらいたいんだったらやっぱりこういろんなことをちゃんと できた上でこう応援してもらわないとやっぱり意味ないなっていうふうに思いましたし、そこはこう地道にただただ大学に行って勉強してっていうのを過ごしてました。結構その SFC っていう大学自体の特徴として、まあ、すごいさっきおっしゃっていただいたみたいに、まあ、そのいろんなその学問だったりとか、いろんな、まあ、先生もいらっしゃると思いますし、なんか結構こう自分の興味を持ったものを受けられるみたいなのをなんか今までインタビューした人とかに聞いたりとかしたこともあって、なんかどういうところに興味があったとか、どういう学びを進めていった感じだったんですか？入学前は
その論文を書いたときに、なんかまあ自分にしかできない経験と自分にしかできない世界の実現みたいなのを考えたときに、まあ、そのアジアの振興を10サッカーを使ってこう深めていくみたいなのを考えていて、で留学前はそのなんかまあアジアの文化とスポーツビジネスを掛け合わせてこう勉強していきたいなというふうに考えてたんですけど、実際入ってみて授業を見てみるとなんか本当にいろんなものがあって、自分でも驚きましたし、なんかこう音楽と脳っていう授業を受けた時になんかこう先生がドラムをこう真ん中で弾いてるっていうか演奏してるみたいなのとかも普通にありましたし、なんか本当にいろんな授業があったので、自分はその中でもやっぱりこうもちろんこう楽に単位が取れる、楽単をこう履修するっていうこともあったんですけど、でも結構こう語学はなんかこう必要最低限以上に自分は語学の単位をたくさん取って、ドイツ語を少しとスペイン語を1年間と、あと英語もずっと継続して勉強していたっていうことはやってたので、なんかまあ入学前のプランと全然違う過ごし方になりました。なるほどなるほど、まあ、そういうこう、まあ、偶然の出会いというか、あ、こういうのもあるんだっていうのもありながら大学時代は過ごされてきたと思うんですけど、まあ、結構何回かその留学だったりとか語学みたいな話が出てきてると思うんですけど、結構海外にはこう大学時代にはすごく関心があったっていう感じだったんですか？やっぱり海外でプレーしたいって思いがずっとあったので、なんかそのなんかスペイン語を勉強したのも自分のそのプレースタイルがスペインのサッカーに合うかなっていうのをこう感じてスペイン語をやってたりとかして、なんかこう自分がその将来行きたい国の言葉を学んだっていう形でした。なるほど。じゃあそのドイツ語とかスペイン語とかはそのサッカーをするときに活かせる可能性があるっていうところでやられててっていう感じだったんですね。はい、なるほどなるほど。留学っていうのはいつ頃行かれてたんですか？あ、留学はしてなくて、本当に今年のそのアメリカのチームに移籍してっていうのが、まあ、そのアメリカに、なんていうんですかね、海外で生活、もともとアメリカで生まれて 2,3 年ちょっと過ごしてるんですけど。あ、そうなんですね。はい。それはでもまあ ほとんど記憶というか、なんかビデオが記憶になったみたいな形だったので、あんまり覚えてないんですけど。なるほど、なるほど。まあ、でも、今年からが、その自分の海外生活としてはスタートですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。まあ、そうやってこう、まあ、そのサッカーっていうところももちろん全力で打ち込まれていたし、まあ、その大学もまず自分が思いもかけないようなこう授業だったりとか出会いとかがある中で、まあ、語学もやりながらってかなり充実したこう時間を過ごされたのかなと思うんですけど、まあ、そこからこう、まあ、じゃあ次どうするかっていう、まあ、その大学をじゃあ出てどうするのかっていうところを考える機会になって、まあ、例えば周りの方とか就活したりとかっていうのもあったりとかしてくるのかなと思うんですけど、まあ、その職業選択っていうところで言うと、どういうことを考えてらしたんですか？まあ、大学3年生ぐらいの頃からだんだん周りが就活をし始めてとか、なんかスーツを着て、いろんなその外でもそのポニーテールをしてとか、なんか似たような方たちがたくさんいるようなのを見てて、なんか自分はなんか違うなっていうのを、何が違うのかっていうのをちゃんとこう認識していたっていう感じではなかったんですけど、なんか自分がやりたいのはこういうことじゃないなとか、自分は違う道を歩むなっていうのをこうちょっとこう見ていて、で、まあ、自分がちょうどその大学4年生から社会人1年目になるときに、今年から日本の女子サッカーってプロリーグが始まるんですけど、まあ、それに向けてなんかこう少しでもプロの環境を提供しようっていう風なこう方針というか流れがクラブにもあって、なんかこうプロというかプロのような生活を送れなくはなかったっていうのも一つあって、で同時に、仕事を、まあ、
多くの選手のように仕事をしながらプレーをするっていう選択肢を取るのであれば、やっぱり、日本の女子サッカーのその多くっていうのはスポンサー企業で、働いて、で、まあ、その試合とか例えば代表合宿であったりとか、なんかそういう、こうイレギュラーなものがどんどん出てきたときに、やっぱり対応しやすいというか理解してくれるのはやっぱりスポンサー企業の方々がやっぱり心強いので、なんかそういった部分でスポンサー企業で就職するっていうところは本当にこうありがたいことですし、そういった雇用をこうちゃんと用意してくれるっていうのはやっぱりこうなかなかこうやってもらえないことだと思うので、なんかすごくこう光栄なことではありつつも、やっぱりこう仕事内容としてなんかこう誰にでもできるような仕事をこうやっているなっていう風な感覚に自分は思えて、それはこう果たして仕事と言えるのかっていうのはちょっと結構考えるところがあって、でなでしこジャパンがこう世界一になった時も仕事をしながらこう世界一になったっていうことが結構美化されていたんですけど、まあ、当時はその時はすごいなってこう漠然と思ってたんですけど、自分がどんどん社会人にこう近づいていくにつれて、果たしてあれは仕事とサッカーの両立だったのかっていうのは、こう仕事ってなんだろうっていうところを結構考えるようになっていて、で自分がその去年就職する前にこう自分はどういう仕事をしたいかって考えた時に、なんかこう自分にしかできないことと自分がやりたいことがやっぱりこう掛け合わさってるものっていうのがやっぱりこう仕事になると仕事も絶対楽しくなるし、これがこう仕事をしてるって言えるのかなっていうような自分の中での定義みたいなのが出てきて、で考えるとやっぱり自分はスポンサーでこう働くとか、まあ、プロにこう進むっていう道はやっぱり選択、まあ、できないというか頭になくて、で本当にもう全然スポーツの世界ではありますけど、全くその自分が足を置いてた世界ではない世界に足をこう運んで、こう雇用先というか自分をこう取ってくれるような会社をこう探したっていうのが、まあ、自分の職業選択でした。なるほど。こう周りの人がまあ普通だったらやってないことだったりとか、それってまあなんていうんですかね、まあ、選択肢にすら見えないというか、周りの人はやってないことって選びにくい部分もあると思うんですけど、まあ、そこでこう自分で考えてなんかどうするかっていうのを動けたのはなんかなんでなんだろうなっていうのをすごい思いました。でも多分幼少期、その幼稚園の頃からやっぱり女の子一人がずっと男の子とサッカーやってたとか、小学校に入ってもそういうことをこうずっと続けていって、で中学校とかも、やっぱり一人だけこう授業が終わって、ですぐ駅に向かってすぐ練習して夜遅くに帰ってきてっていう生活をしてたりとか、なんかこう自分がやっぱり憧れだったのはなんか学校で授業の終わりに部活動をして、でその部活の仲間となんかこう駅に向かう途中になんかみんなでなんか寄り道したりとか、なんかそういったような時間を過ごしてみたかったなみたいな思いがあるんですけど、なんかずっと自分は他人と違うなっていう認識をしながらこう人生を歩んできたなっていうふうに思ってて、多分その環境がこうあったから、もちろんそういったこう部活への憧れみたいなのももちろんあるんですけど、なんかこういつの間にかそれが自分は人と違うっていう認識から、なんか自分は人と同じになりたくないなっていう価値観に変わっていったっていう気がしていて、多分それがこう今でもこう根っこに、なんか自分の根っこにあるなっていうのはこういろんなこうアクションを起こすたびに感じてます。実際事実として、まあ、こう他の人とこう違う時間の過ごし方とかをしている中で、まあ、どっちかというと違うことをしているではなく、まあ、同じようにするわけではない方が、まあ、自分に合ってるなだったりとか、そういうふうにしていきたいっていうのがあったっていう感じなんですかね。そうですね。ありがとうございます。
まあ、そうやってこう大学から社会人になっていくっていうところで、まあ、こう前例のない選択をしていくっていうところにやっぱり大変さがあったりとか、うん、あとやっぱスポーツっていう、まあまあ、なんていうんですかね、自称柄というかやっぱりいろんなことを考えたりとか、どういう選択をするのかっていう選択に迫られる部分もあるのかなと思うんですが、大学卒業されてからはどういうふうにこう行動したりとか考えてらしたんですか？まあ、その今の企業に就職をするっていう時に、なんかこうその社長さんとお話をさせてもらったりとかをしてた中で、なんかその自分がこうやりたいこと、その選手としてトップを極めながらもしっかりとビジネスに足を置いて、そっちでもこう結果を残していくっていうことをすごく理解してくれて、でそれをこう成し遂げるために会社としてこうどうしていこうかっていうところをすごく前向きに考えてくれて、でやっぱりトレーニングもこうありますし、そのトレーニングに合わせてこうケアの時間であったりとか、なんかこうチームの練習とは別に個人でこう取り組みたいトレーニングの時間だったりとか、あとはこう土日がこう普通の社会人のようにオフではないので、その平日にオフをこう作るとかっていう風に考えた時に、なんかこうまずは自分のコンディションっていうのを第一に考えた上で、空いた時間でこうやっていこうっていう風にこうすごく柔軟に対応してくれて、なんかこうもう入社してすぐにワールドカップに出場したりとかで、2ヶ月日本にいないっていうこともありましたし、そういうところもこうその時からこうオンラインを使ってこう柔軟に対応してくれたりとかっていうのは、こうかなり自分にとってはこうありがたくて、こう社会人1年目からそういう風な環境でこうやらせてもらえるのはなかなかない環境だと思うので、まあ、練習午前中仕事をしてから練習に向かったりとか、例えばアウェイの試合に行って試合の前日にホテルでこう、ゆっくりしてる時間に仕事をしたりとかっていうような形で仕事とサッカーを両立していたっていう形です。なんかこう想定していたとはいえ、やっぱりその周りの選手とかとの時間の使い方の違いみたいなのってやっぱりあると思うんですよね。その、まあ、レガシー系のっていうとあれですけど、スポンサーしてくれる会社での働き方と、まあ、そのご自身がいらっしゃる環境での働き方ってやっぱりこう、まあ、見比べてというとあれですけど、やっぱ違う部分がある中で、こうなんだろうな、それをまあ、続けてこれたというか、なんかその実際にやってみてギャップっていうのはそんなに感じなかったっていう感じですか？まあでも自分の方は結構自分で時間を決めれるっていうものがあったので、そこはこう自分でコントロールをしながらっていうのはできたんですけど、まあその例えばオフも自分はこう仕事をしたりとかっていう生活をしてたので、なんかそこはこう周りとは違うなっていうのは感じましたし、まあでも自分はその仕事をこう始めて、まあ、1年間こうやってみた中でこういただいた名刺の数をこう振り返ると、やっぱりこうスポンサー企業に就職をするだけでは出会えなかった人の数だったり幅っていうのが、もうその名刺が語ってるなと思っていて、一応その社会人としてこう社会に出るっていう道はこう大きなところでは一緒ですけど、やっぱりスポンサーかスポンサーじゃないかっていうだけでこれだけこう違いが出るんだって思うと、自分は本当にこの道を選んでよかったなと思いますし、そういった出会った人たちにこう自分の思いだったりとか、もちろんそういう方々から自分も勉強することはたくさんありましたし、と同時に自分の思いだったりとか自分のこう存在をしっかりと自分で伝えて、それをこう応援してもらえるところまでこう持っていけたのかなっていうふうに思うと、また自分も新たなこう応援してくれる方々をこうに出会えたかなっていうのはすごく実感するところがあります。なるほど。
まあ、そうやってこう、まあ、仕事もまあ、きちんとこう自分がやってるんだってい う, こう手応えとか手触り感がありながら仕事をしながらでもサッカーもやってっていうところを、まあ、やっていかれたと思うんですけど、まあ、そこからかなり大きな決断をされているなというふうに思っていて、うん、まあ、それが先ほど前段でもお話しいただいていた、まあ、そのクラブを変えるっていう移籍をするっていうところの意思決定になるのかなと思うんですけど、これはなんかどういったきっかけでなんかそれを考えたりとかされたんですか？まあ、海外に行きたいって思いはずっとあったので、なんかそこはこう、うん、チャンスがあったら少しでも行きたいって思いがあったんですけど、うん、昨年の、ワールドカップがあった時に、まあ、自分はちょっと怪我で予選リーグが出れなくて、結果的に、そのベスト16の試合で最後15分ぐらい試合に出てそれで負けちゃったので、それで終わってしまったんですけど、その15分っていうのが結構自分の中で人生で一番濃い15分だったんじゃないかなって思えるぐらい、すごく楽しかったですし、同時にすごく悔しい15分で、でやっぱり負けた瞬間になんか日本に残ってたら勝てないなっていうのをもうすぐに感じて、でそこからやっぱりしっかりとちゃんと海外に行きたいって思いがこう実現させるために、その代理人の方と契約をして、しっかりと海外のクラブとコンタクトを取れる環境を整えるってことであったりとかっていうところは去年のワールドカップ以降しっかりと整えていて、でそういった中で、最初はこうヨーロッパに行きたいっていう思いがずっと強くて、オリンピックを終えたらヨーロッパに行けたらいいなっていうふうに考えてたんですけど、まあ、今年入ってからそのコロナの影響であったりとかっていうのところでいろいろ世界が動き出して、でヨーロッパがやっぱり先にこうコロナの影響を大きく受けていろんなものが止まってしまったりとかしたんですけど、そうなり始めた時に自分は今年、その代表の選手としてアメリカ遠征で、スペインとイングランドとアメリカの3カ国と試合をするっていう大会があるんですけど、そこに、2月の下旬から3月の上旬にかけて、なんか行く時もコロナの状況がいろいろあったのに、これで本当にアメリカ行けるのかなって思いつつ行けちゃった大会だったんですけど、なんかそこで自分はちょっとオフでの取り組みとか、まあ、いろんなものがこう合わさってかなりコンディションが良くて、自分としてもすごくこう楽しい3試合でしたし、なんかこう試合は3敗だったんですけど、それでもなんか自分は3敗以上になんかこうすごく楽しい3試合だったので、なんかもっとこういったレベルの高い相手と本当にこう日常的にやっていきたいなっていう風なことをすごく感じていて、って思ってたんですけど、まあ、その日本もリーグが止まったりとか、まあ、普通ではない状況がこう、まあ、4月5月っていう風になった時に、そのアメリカでの3試合をアメリカのクラブの方が見てくれて、でそこでオファーを、してくれたっていうのが流れだったんですけど、まあ、その自分としてはそのアメリカっていう選択肢はサッカーをする上では結構下の方で、あまりこう自分のプレースタイルに合ってないというか、本当に正反対のサッカーですし、そうなんですね。なんかそういったところも含めてあまりこう候補には入ってなかったんですけど、そのオファーをしてくれたチームにメガン・ラピノ選手っていう、アメリカのサッカー女子代表のキャプテンをされている方が、昨年そのワールドカップを優勝した時に、まあ、アメリカのこう国民に対してなんかこう差別であったりとか、なんかっていうところに対してこう私たちは一つなんだみたいなのをすごくこうサッカーを通じて発信してる選手がいて、なんかその人は本当にこう自分にとってこう目指したい選手でもありますし憧れの存在だったので、なんかその選手がいるチームからオファーが来たっていうことを聞いて、もう自分は行きたいっていうふうに思って考えてたんですけど、やっぱり日本のその自分が所属してたチームも自分としては本当に世界一うまいチームだなって思いますし、なんかそのこのチームで世界一を目指せる環境があるのであれば、やっぱりこのチームで世界一を成し遂げたいなって思えるぐらい、
やっぱり自分を育ててくれたクラブですし、うん、一緒に頑張ってきた仲間がいたので、なんかそれができれば一番いいなとは思ってたんですけど、うん、と同時にもう自分がずっと知ってる仲間と自分がずっとやってきたサッカーっていう中で、うん、こうやり続けるのはこう居心地がだんだん良くなってるだけで自分に刺激が与えられてないなっていうのも感じていて、うんうん、こう自分今の自分が生きる場所はこの日本のこのチームかもしれないけど、成長するって考えた時にここの環境にいては多分自分はこうもう一段階上に成長できないなと思って、もう同時に思ってたので、ここで移籍を決断しないと多分自分は一生変われないなっていう風な思いがあったので、こう全くこうサッカーも日本ではできてない状況だったんですけど、思い切って決断をしてアメリカに行くことを決めました。かなりこう自分にとって大きな選択だったと思うんですけど、うん、まずそこをじゃアメリカに行くぞっていうことを決意して、で実際にアメリカに行かれるっていうのは本当多分言葉以上の意味合いがあったんじゃないかなと思うんですが、実際にこう移籍してみてっていうのは どんな感じだったんですか？やっぱり家族と離れることも一度も経験したことなくて、うん、そのもちろん遠征でとか大会で1ヶ月家にいないっていうことはあったんですけど、うん、なんかその家族と離れて暮らすっていうことは1回もやったことなかったりとか、その小学校から中学校にかけてチームが変わったっていうのはありましたけど、その中学校1年生の頃からもうずっと同じ場所で11年ぐらいずっとやってたので、そのクラブを変えるっていうことも一度も経験したことがなかったので、なんかその2つの大きなその変化っていうのが、まずそれをこうアメリカでやるっていうのはかなり自分にとって大きな挑戦で、こう分からないことだらけで、やっぱりワクワクした気持ちで移籍は決めたものの、やっぱり渡米をする日がだんだん近づいてくるとなんか怖いなっていう思いがやっぱり出てきて、で実際に向こうに行ってみると、まあこう食らいついていくのに必死だったっていうこともそうですし、なんか周りの選手たちがすごく温かく迎えてくれたっていうこともあって、なんかかなりこういい方向にというか、こう楽しく向こうに行ってからはなんかこう過ごせてたなっていうのはあります。そこからまあこう、まあ、アメリカで実際プレーするっていうところで、あとはそのスウェーデンでも新しい挑戦をするっていうことを決められたっていうお話だったんですけど、それは具体的にはどんなお話だったんですか？まあ、アメリカがちょっとコロナの影響をかなり受けている中で、こうシーズンをこう通常通りにできないっていうところは、まあ、自分が行く前からもう分かってましたし、実際にその5試合でちょっと終わってしまうかもしれないっていうのがずっと言われてたので、この後こう空いた時間をこうレンタル移籍っていう形でどこでプレーするかっていうことをこう考えていて、でもちろん日本にまた戻ってプレーするっていうことも選択肢としてありましたし、なんかこう自分もそのそっちでのサッカーを、日本でのサッカーをこうまた極めながらもアメリカで違うサッカーを経験して、この2つを同時にできればこう日本人の選手としてすごくいいんじゃないかっていうふうなことを考えてたんですけど、なんかそのレンタル移籍をする目的としてやっぱりこう試合をやっぱりしたいっていうのがあったので、まあ、それはどこの国でも達成できるなっていうふうに考えたんですけど、なんかその次に来るこう目的を考えた時に、こう日本っていう選択肢はただこう自分が日本に帰りたいっていう思いがあるだけだなっていうふうに感じて、なんかそこにただただ意味付けをして日本に帰ろうとしてるだけなのかもしれないっていうことをこう気づいた時に、なんかまた新たな挑戦をする時なのかもしれないと思って、で代理人の方もこう自分が行けるようなクラブを探してくださったりとか、実際にオファーがあって、でそのスウェーデンのチームは、その時はリーグ4位にいたんですけど、3位以内に入るとあのチャンピオンズリーグって言って本当にヨーロッパで一番大きな大会に出場できる、
出場権を獲得できるっていうところだったので、なんかそこはすごくレベルが高そうだなっていうふうに思いましたし、そういったところをこうその瀬戸際を戦えるっていうのもまた面白いなと思ってスウェーデンに調整したんですけど、まあっさりちょっと怪我をして帰ってきてしまったっていうのはありながらも、でもやっぱりその2個大きな挑戦ができたっていうところは、こう自分にとって今まで多分一番こう人間としてこう成長できたっていう実感があったので、後悔はなかったですし、別にその怪我をしたからといってこうなんかこう落ち込むこともなく、今はこの時間をすごく有効に使って楽しもうっていう風な思いで日本で過ごしてます。ありました、ありがとうございます。まあ、そういう本当に社会人になってから、まあ、大学卒業されてからの大きな挑戦っていうのがあって今があるっていうことをお伺いできてすごい良かったです。ありがとうございます。でちょっとここから、会場の方のご質問タイムに移らせていただきたいと思います。まずは江川さんから、一つご質問いただいているので、江川さんの方からご質問いただいてもよろしいですか。はい、まずここまでお話ありがとうございます。1時間通してすごいいろいろ聞きたいなと思ったんですけど、まず私が結構最初の方で気になってたのが、あのチャットにも書いたんですけど、ご自身がよくこうプレイスタイルが合っているとか、ここはちょっと合わないみたいな風におっしゃってたんですけど、もみさん考えるプレイスタイル、ご自身のプレイスタイルってこうどういうものかっていうのをよろしければ教えていただきたいです。まあ、サッカーはこうボールを足で扱う競技ですけど、そのボールをどの空間を使ってゴールを取っていくかっていうのがやっぱりまず軸となるんですけど、自分はやっぱりそのグラウンドの上でボールをこうゴロで転がしていって、自分は背が小さいのでこう空中戦で戦えないっていうのがあるんですけど、基本的にこうボールをしっかりとつないでいくようなチームがまず自分に合ってるっていうのがこう最初のところで一つで、アメリカはそれがこうどんどん裏へボールを蹴って、とにかくスピードとパワーで勝負をするような世界なので、自分は本当に足も速くないですし、こう体力がすごいあるわけでもないですし、背が高いわけでもないので、なんかそういったこうフィジカルがものを言う世界、アメリカっていうのは本当に自分には合わないと思ったっていうのが最初で、でスペインとかそういったこう自分がこうプレースタイルが合うなっていうチームっていうのは、やっぱりボールを動かして相手を動かすことでゴールを取っていくっていう形で、アメリカだとやっぱりその目の前の相手を倒してゴールを取っていくっていうような考え方なので、だからそういった考え方よりはそういったヨーロッパでこういかにボールを動かして相手を動かすかっていうような考え方を元にやってるサッカーの方が自分にはこう合ってるかなっていうのは感じます。なるほど、そういうことだったんです。それがご自身のプレイスタイルっていうことだったんですね。初めて、そうですね、はい、国によって結構違うんだなっていうのもちょっと初めて知りました。鵜森さんも各国のスタイルの違い知りたいです。まあ、先ほどの多分回答で、はい、こちらも答えになってるかなと思います。ご質問ありがとうございます。はい、はい、江川さんありがとうございます。ありがとうございます。あと、もしご質問ある方いらっしゃればお伺いできればと思うんですが、いらっしゃいますかね。鵜森さん、これ今ので多分答えになってるかなと思いますが、大丈夫そうですかね。もし何かあれば追加で。あ、大丈夫です、ありがとうございます。 OK です、ありがとうございます。あとは大丈夫そうですかね。大丈夫そうであれば、ちょっとここから先は今後のお話っていうところも合わせてお伺いしていければと思います。ではここまでのお話をお伺いしてきたんですけれども、まあ、今後やっていきたいことだったりとか、チャレンジしていきたいことっていうものがあれば、ぜひ教えていただければと思います。やっぱり選手としてはこう153センチっていうこの身長で世界で戦うっていうところはこうなかなかない身長だと思うので、やっぱり男子の世界でも小柄な選手はいるとはいえど、こうあまりこう自分が感じているような身長差ではないなっていうのをこう見たりしていて、こう自分がこう小さい体で世界で戦っていくっていう姿っていうのは、こう大きなところで言うと、こう何かこう自分が抱えている大きな悩みに対して立ち向かっていくときっていうのは、やっぱりこう自分がすごくこうちっぽけな存在に思えて、その悩みが大きすぎてこうなかなか立ち向かっていけないっていうところであったりと
あったりすると思うので、そういったところを自分のプレーでこう何かこうサッカーだけではなくて本当に多くの人たちにこう自分のプレーを通じて何かを届けたいっていう思いがやっぱりあるので、それをこう一番伝えやすい方法っていうのはやっぱり代表でプレーをして、ワールドカップであったりとか、あとはオリンピックで優勝するっていうところだと思うので、こうそこを目指してやっていきたいなっていう思いと、あとは今年アメリカとスウェーデンで経験したことっていうのは、こう自分の持ってた固定概念であったりとか当たり前っていうものをこう覆してくるすごくいい経験だったので、それをこう日本の人たちにこう伝えていくっていう手段としてオンラインサロンをこう使っていこうかなと思っているんですけど、なんかこう日本の中でももっとこうなんか性別であったりとか肩書きであったりとか、そういったこうなんかこう外見で判断するようなこう世界ではなくて、なんか一人一人が自分らしさっていうものをしっかりとこう見つけて、それが受け入れられる社会をこうなんか実現していきたいなっていうのがあるので、こう選手としてもその選手としてこう外で活動するものもこう両方そういった世界につなげられるように頑張っていけたらなというふうに思います。まさにこうお仕事もやりながら、まあ、選手としても活躍されてるっていうところがすごくこう自分らしさというのが出ている今後なのかなというふうにも感じました、うん、ありがとうございます。では最後、江川さんの方からクロージングお願いします。はい、では私の方で締めさせていただきます。ではもっともっといろいろ聞きたいところであったんですが、お時間になりましたので本日のユニキャリアラウンジは以上としたいと思います。ゲストはプロサッカー選手そして会社員でもいらっしゃいます、もみきゆうかさんでした。もみきさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。